やっぱり8分の6のこの歩んでいく感じっていうのは絶対欲しいし、あんまりどっぷりしたようなカンタービレではないっていう、うん、それはちゃんと分かって弾いていただきたいかなと思いますね。まず、この曲において注意することっていうか、まあ、本当に全部右手はレガートでなってるんで、うん、まあ、これがもしかして古典もの、古典っていうかごめんなさい、バロックだと少し例えばピロリトロポンポリンポンポレルとかアーティキュレーションとか、うん、変えちゃってもいいのかなと思うんですけども、まあ、うん、これはアーティキュレーションというよりも一つのこうフレーズ感を持たせてそのまま弾いてもいいのかなっていう感じはあります、うん、間違いとかではないです、うん、でそれをむしろポン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 とか最後のこれとか、これは少しノンレガートで弾いてもいいかなと思いますね。片方をノンレガートにすると片方のレガートがすごく引き立つっていう効果があるんですね、うん、まあ、もちろん両方とも少し軽めに弾いて、うん、左も右もの大きなフレーズがこれだよっていう認識ももちろんあるだろうし、うん、いや左手はむしろちょっとノンレガート気味に弾いた方が右手が映えるよっていう認識もあるだろうし、いろいろと解釈あって面白いんじゃないかなと思いますね。まずね、遅く弾いた場合と早く弾いた場合っていうのは根底的に何が違うと思いますか？僕ね、和音の移り変わりが遅く弾けば弾くほどちょっとした音の変化に対してももしかしたらそこに和音ってものが存在するかもしれない。早く弾くと細かなところの和音を表現しだすとガツンガツンっていうふうにこう飛び跳ねたようなそんな感じになるんじゃないかなと思います。例えばね、ちょっと頭のね、4音小節をね早く弾いてください。なるべく早くタタラララララ、もう本当にそう、はい、そうそうですね。スタッカート、アーティキュレーションに関してはちょっと言いませんけど、今和音進行どうやって聞こえました？タタラララララっていうのはどんどん、これは一つの順次進行してますから、自分で何か来た時にね、その次ターンターンってやってくる、うん、早く弾くとここ2小節目も一つの和音ですよね。でもこれだけ聞くとね、これ下の音に C の音入ってないし、それからレのシャープもないですから、これ自分で想像しちゃってるんですよ。あ、多分タラララララララだと思ってタララ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 ラって、これ後からレのシャープ出てくるんですよね。これ見てみると、これ単3度の音が来るだけですから、本当はこの音だけの情報だったら違うんですよ。